で、キモノです。先週に続き、袴をやっていきたいと思います。先週は石畳をやってたので、今度は出世畳の方をやっていきたいと思います。紐の処理が違うだけで、他は一緒です。折り目がついてる方に持っていって、あ、三つ折りにしてやってみてください。では行きます。次は出世畳をしていきたいと思います。一般的な袴の畳み方です。4分の1にします。こちらもしていきます。バッテンにします。やっていきます。後ろの帯ですね、バッテンの上から持ってきて、上に下バッテンの下を通して上に持っていきます。同じようにやっていきます。上から持ってきて、バッテンの上から持ってきて、バッテンの下から上に上げます。あとはバッテンの上下に持っていきます。あ、下じゃない。次はこれをバッテンの横に持っていきます。ここですね、横に持っていって、また上に下を通して上に持っていきます。同じことをします。こちらも横に持っていって、横から上に通します。横からまたバッテンの下を通して上に通します。で、この穴に穴があるので、こちらにこれを通します。余った分は折って入れておいてください。こちらの穴もあるので、余った分は、はみ出した分は割って中に入れておいて